いや腹減った。いや久しぶりの焼肉だわ。うわ焼肉めっちゃ食いたかったんだよな。よし、いただきます。うまっ、え、うまっ、うますぎ、うますぎだわこれ。うまっ。やっぱ焼肉にはやっぱビールだな。やっぱビールなんで焼肉には。いやクリア朝日、あ違う、朝日スーパードライ。いやあ、いや今日も一日ね疲れたな。やっぱあうまい。やっぱ焼肉にはビールなんだよな。やっぱ音うるせえな、音うるせえ。いや焼肉にはビールだよ。あーうめえ、やーべえやーべえ。よっしゃ、いただきます。ホルモン行こうかな。ホルモン、ホルモンね。あプリプリだわホルモン。いやめっちゃ、いやーうまいね。やっぱホルモン、やっぱ焼き加減がね難しいんだけど、やっぱ俺焼くのねえからな、うん、やっぱ焼くのねえな、うんうんうん。いやーちょっとここらへんキムチいこうかな。キムチね、やっぱ焼肉にはキムチだからな。いやこのね、いや白菜キムチ、いやこれがうまいんだよやっぱり。うん、やっぱ焼肉にはキムチなんだよな。いやーあーいやキムチです。あーうまい、いやうまい、あーうめえ、あーうまい。もうちょっとかな、もうちょっとだな。ハラミな、ハラミとホルモン、やっぱハラミとホルモンが一番うまいんだよな。よし、あうめえ、キムチうめえ。いやーやっぱちょっとここら辺でね、おいもうちょっとかな、もうちょっとかな。うん、やっぱ焼く加減、うん、俺やっぱ焼肉はね、やっぱちょっとずつ焼くのが好きなんですよね。うん、なんか たまにさ、ちょっと納金の人とか、大量にさ、ブワーって一気に焼く人いるじゃないですか。あれ俺そんな好きじゃないんだよな。うん、どうせ焦げるんですよ、焼肉ね。うん、やっぱね、たくさんバーってやっても、ね、どうせその焼く人ってさ、ただってバーって適当に焼いてさ、ね、結局ね、自分食わないでさ、なんかね、もったいないんですよ、肉が。うん。やっぱね、こうやってちょっとずつね、ちょっとずつ焼くのがね、やっぱ一流なんですよ。うん。やっぱ一郎さんね、プロ野球選手、一郎選手、一郎、はい。一郎選手もね、やっぱそういう風に焼肉焼くらしくてね、やっぱ1枚、2枚、3枚ずつ、ちょっとずつね、うん、焼くらしいんですよ。うん、あうまい。やっぱ久しぶり、やっぱ焼肉やっぱ久しぶりがいいんですよね。うん、やっぱり毎日食ってたら飽きますから焼肉なんかね。うん、よしじゃあここで卵なんですよ。うん、でねやっぱコツはね、このこのね中にね、中に入れるんですよ。うん、いやちょっと火強えな。いやちょっと火強えわ。油か、油だ。うん、ホルモンの油がね、よしいやーいいね。いやーちょっと火強えな。火強え。うん、いやー火大丈夫かな。ハラミうめえな、やっぱハラミ。よし、ここでね、この卵かけ醤油、専門のね醤油、いやこれをねかけるんですよ。いやこんな感じでね、いやいいね。お、やばい。よし、ダリーがこれやんの、しょうもね。よし、よし、いやいいね。うまっ、これやばっ、一番うめえこれ。うんうまっ、んあれ
食ってやることいやーなー焼肉やっぱうめえなやっぱうめえんだよやっぱ焼肉ってなやっぱねもうタレもねこれがねやっぱ一番うまかったっすタレがいやーねーような五穀だと面白そうに見えてもいやー次はハラミだな次は、ハラミねいやーあーいやーあーハラミと卵ご飯が合うんですよ、うん、うまいいや朝日ね朝日、桜バージョンですよ。いやーうまい。うん、ちょっとあとはねゆっくり一人で動画撮らずにね食べたいんで。ああやっぱ焼肉ってうまいっすね。うん。